プロデューサーの皆様こんばんは、翔です、ということでね、ガチャ更新が来ました。誰かな、はい、シュウコです。あのね、言うよ、最初に言うよ、まず言うよ、今まで僕はね、ガチャ予想の動画2本、まあ今まで出してきたんですけど、まあシュウコは限定だとあんだけ言い張ったんですよ。まあそれにはちゃんと根拠があって言ってたんですよね。ジュエリーズ理論っていう、各ジュエリーズのシリーズで出てくる5人のアイドルの中で3人が、常に出る、SSR 工場ですね。で、2人が限定と。これはもう絶対今まで守られてきたことなんですよ。だからそう考えると、シュウコは、その、今もね、すでにクールジュエリーズ003が、アスカ、フミフミ、カナデ、で、もう工場3で、アリスちゃんが限定と。シュウコ限定なんですよ。本当は。本当はね、工場で来ましたよ。あのね、マジでね、運営に遊ばれてる気しかしない、本当に最近。もう何なの、これ。いや、嬉しいと思いますよ、シュウコ P は。限定じゃないからいつでも当たるし、本当に。ね。遊ばれてるよね。で、シュウコはね、全アピールっちなんだ。オッケーオッケー。まあ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 、しょ。の、ダンス特化か。バランス型のダンス特化ね。オッケー。あー、で、アコちゃんがついに SR 化されましたか。はい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 、はい。オッケーオッケーオッケー。で、新アイドルが、木場まなみさんでございます。はい。最近ね、30オーバーだっけ、確か。間違ってたらすみません。まあ、結構、30オーバーのね、アイドルの方が結構追加されますが、まあ、それよりさ、シュウコさ、やばくない？絶対めっちゃ低 P いるでしょ、いっぱい。去年のシンデレラガールなのでね。はい。もう読めない。ということで、まあね、新ガチャは10連、11連。要は1日1回限定出してた合わせて11連すると言ったので、まあ11連します、僕は。まあそれ以上は引かないです、正直。シュウコは、まあ、好評だったら、まあいつか当たる、いつか当たるだろうと思って、いつか当たればいいかなと思ってます。僕はゆかりさん来たらゆかりさんの時ガッツリ弾きたいんで、ここで11連だけ弾きたいなと思います。じゃあ弾いていきましょう。その前にね、あ、いい、大丈夫、できてるね。1回限定ガシャからいきましょう。お願いしますでございます。はい、はい、ダメー。もうね、お祈りしすんのやめようかな、ほんと。誰、あれ、ちょっと待って、昨日もレナさんじゃなかった？おとといか。おとといだっけ、昨日だっけ、ちょっともう覚えてないや。おとといか昨日レナさんだったよね、ほんと。ガチャ動画。ということでメインイベント行きましょうか。うわ、がっつり変な、10連。がっつり変な。10連って痛いな、そう考えると。よくあんなにバンバン弾いてたよね、今まで。行きます。もうめっちゃ緊張してきた。シュウコちゃん、お願いしますでございます。お、お、でも早くなかった、ロードが早くなかった、ロードが。うん、だろうね。新 SR は入ってみないとかな。それだけ確認したい。持ってるレアじゃねえ、もしかしたら新レアが手に入ったのかな。コメちゃん、あ、じゃあ SR？そうだね、新 SR かな、そしたら。あ、あこちゃんだ、よかった。新 SR だけでもゲットできた時いいわ。まだまだ、まだいいわ、ほんと。ニュー、オッケー、いいよいいよいいよ、全然全然いいよ。あこちゃんね、ニュー、オッケー。新規だけ抑えた。あ、ということで僕はこれでガチャ撤退です。僕はこれでガチャが撤退、ガチャ撤退です、ほんとに。まあでもね、ぜひぜひ、シュウコちゃん人気なので、シュウコ、まあ、見てるとね、コメント欄とか見てても、シュウコ早く来てくんないかなとかいうコメント結構多かったので、ぜひぜひそういう方はね、まあ、ただ無理せずね、課金は無理しない程度にして、絶対引いてください。まあ、工場なんでね、限定っていう絶望な二文字じゃないので、まあ、大丈夫かなと思います。以上が今回の、プラチナオーディションガチャでね、シオミシュウコちゃんが、SSR で追加されたというガチャでございました。11年ね。はい。ではね、皆さんがね、ぜひぜひシュウコちゃん弾けることを祈っております。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。